ひまり。お姉ちゃん、その段ボール何？ひまりにプレゼント。すももちゃんも喜ぶと思うわ。何が入ってるもしか？それは開けてからのお楽しみってことで。じゃあね。あ、ちょっと待ってよお姉ちゃん。私はひまり、32歳。私は自分勝手なお姉ちゃんとあまり仲が良くなく、数年間連絡すら取っていなかった。そんなお姉ちゃんが急にうちに押しかけてきて、プレゼントだと言って段ボールを置いていったんだ。段ボールの中身は一体何なんだろうか。お菓子とかかな。にょん。え？なんでお菓子じゃないと思うの？ママのお姉ちゃんはめっさケチ、お菓子なんてくれるわけね。確かに。お土産を勝手に買ってきて、その分のお金と交通費、そして手間賃を請求するぐらいのケチだもんね。シュモモの予想、生き物。いやいや、生き物なわけ。でも動いてる。うわ、本当だ、段ボールが動いてる。は、もしかして犬や猫をお姉ちゃんが飼ってて飼えなくなったから押し付けたんじゃ。ありえるまいし、前もハムスターがポストの中に入ってたことあった。そうだ、あったわよね。結局私たちであの子を飼ったのよね。うい、名前はコウタさん。懐かしい。天国で元気にしてるかな、コウタさん。ってまたそうだったら本当にひどい。もう二度とこんなことしないでって言ったのに。あの時コウタさんがかわいそうで飼っちゃったのがダメだったかな。とりあえず開けてみるまいし。うん、そうだね。ずっと段ボールの中じゃかわいそうだもんね。うんしょ、うんしょ。うおー、どうしたのスモモ。ママ、やべえ、おしゃるさん、段ボールの中、おしゃるさんが入ってた。はい、おさるさん。いや、さすがにおさるさんは。きゃな、おしゃるさんだろ。違うわよ、人よ、人間の子供よ。え、ほんとまし、お姉ちゃんの子供だ。あ、段ボール開けたのね。これ渡すの忘れてたから戻ってきたわ。これこいつの着替えってことで、無能はいらんから預かって。よろしく。ちょっと待ってよお姉ちゃん。待てください。ごめんなさいひまりさん。ひまりさんも僕のことなんかいらないですよね。そんなことないよコウタロウくん。すみません、僕はコウタロウじゃなくてケンタロウです。コウタロウは僕の兄です。ケンタロウくん。そっか、お姉ちゃん二人目の子供を産んでたんだ。そうだよね、コウタロウくんに会ったのはもう何年も前だし、コウタロウくんはもっと大きくなってるはずだもんね。とりあえずケンタロウくん、家に入って。お姉ちゃんには連絡するから。連絡しても意味ないですよ、お母さんは僕のこといらないって思ってますから。いや、そんなこと。そんなことあるから段ボールに入れて僕のことを置いていったんです。きっと電話は繋がらないと思います。とにかく電話かけるから。あれ、ほら、繋がらないですよね。そしたら直接家に行って話を。それも無駄です、今日引っ越しするって言ってましたから。新しい住所は僕も知りません。え、引っ越しのタイミングに僕を捨てるタイミングを合わせたんだと思いますよ、僕が家に戻らないように。そんなことするんです、僕はお兄ちゃんと違って無能ですから。無能だなんてそんなことないって。無能なんですよ、だから捨てられたんです。僕にもお兄ちゃんみたいにサッカーの才能があれば捨てられることなんてなかったんです。サッカー？はい。あー、すごいすごいわよコウタロウ、あの強豪の中学のクラブチームからスカウトされるなんて。これは将来 J リーガーになること間違いなしだな。
当たり前じゃん、絶対になるから。そしたら私たちは J リーガーの親、私たちもテレビから取材を受けて有名になっちゃうわね。契約金で家を買ってもらおう。そうだ、今日ケンタロウはクラブチームの入団試験だったろ。二人 J リーガーになったらさらに俺たちは有名に。落ちたわよ。え、嘘だろ。コウタロウの弟だから期待してたのにね。ボールを蹴ることすらできなかったの、ありえないでしょ。おいおい、マジかよ。ごめんなさい。コウタロウの弟だって言うのにセンスがないのか。ならこいつ捨てた方がいいんじゃないか。え、確かに。こんなやつを育てるお金あったら将来有望なコウタロウに全て注ぎ込んだ方がいいわよね。でも外に捨てたら私たちが捕まっちゃうかもしれないし。母さんの妹がいたろ、ひまりとかいうやつ、あいつにあげちゃえばいいんじゃないか。ああ、それ名案ね。さすがコウタロウだ。サッカーが上手いだけじゃなく頭までいいんだな。一流のサッカー選手になるには頭の良さも必要だからね。ま、待ってください、捨てないでください、お願いです。これから頑張りますから。ああ、無駄無駄。頑張ったところであんたはどうにもならないわよ。お兄ちゃんのコウタロウはあなたぐらいの年の時にドリブルだってリフティングだって完璧だった。それに比べてあなたはボールに触れることすらできない。あなたは無能なの、才能がないのよ。頑張ったところでどうにもならないの。恨むならサッカーの才能がなかった自分のことを恨めよ。お父さんとお母さんもサッカーが大好きで、僕とお兄ちゃん二人とも J リーガーにすることが夢だったんです。でも僕には才能がなかったから捨てられちゃったんです。お父さんとお母さんに褒められたかったし、僕もサッカーが好きだから練習してたんですけどね、全然お兄ちゃんみたいにうまくなれなくて。ケンタロウくん、スモモのママとパパはサッカーできなくてもお前のこといらないって言わねえ。ケンタロウ、うちで暮らせください。なあママ、いいだろう。うん、そうだね。ケンタロウくん、一緒に暮らそう。いいんですか？もちろん。ありがとうございます。こうしてうちには一人家族が増えた。これからはケンタロウくんに楽しく幸せに生きてほしい、そう思っていたんだけど。はあ、ケンタロウくん、うちに来てからずっとあんな様子だね。うん、無理もないよね。家族に捨てられちゃったんだもん。本当にひどいよ、お姉ちゃんたち。どうすれば元気出るんだろう。なあ、ケンタロウ。あ、なに、スモモちゃん。スモモと一緒にサッカーやろうぜ。サッカー？ちょっとスモモ、何言ってるの？サッカーは。ちょっと見ててみようか。イオリ、スモモの友達も誘ってるからやろうぜ。あ、いや、僕はサッカーできない。ほら行くまし。あ、ちょっと。俺たちも追いかけようか。そして二人を追いかけると、ケンタロウ、パス。うい。あ、ダメだ、やっぱり。あ、ほら、サッカーなんてやったら余計落ち込むだけ。もらったー、へーい。あれ。リン、甘いよ。えーい。あれ、え。メイちゃん、下手っぴー。むか、リンだって当たってない。サッカー好きなんだろ。ここにいるやつらはケンタロウが失敗しても怒ったりしねえ。こいつら自体下手だし、だから楽しめください、こいつらみたいに。えい。うわー、すごい、ケンタロウくんちょっと当たったよ。これはハットトリック並みだね。3点あげる。3
サッカーってそういうものじゃ。あ、まあ、まあ、いいか。好きあり。とりゃーの。スモモちゃん、空振り三振、アウトだよ。一回休みね。めちゃくちゃだ。でも楽しいや。ケンタロウくんが笑ってる。さすがスモモだね。うん、私じゃこんな顔にできなかったと思う。えい、あっちゃダメだ。とりゃーボールが悪い。うわ、ついにボールのせいにし始めた。あ、もう一個ボールがあればいいんだよ。確かに2個あれば当たる確率上がるもんね。でもサッカーボールは1つしか。リンのこの緑のボールがあるよ。よし、それ使うまし。とりゃもう3つ必要かも。もはやサッカーなのかわからなくなってきたわね。まあ楽しそうだからオッケーだよ。うん、そうね、そうよね。よいしょ。おあ、やった、初めてシュートできた。すごい、ナイスシュート、ケンタロウくん。もう一丁。 あれ、うわ、ダメだ。ケンタロウ、パス、もう一丁マス。とりゃー、いくよ、今度こそ。やったー、すごいよケンタロウくん、かっこいい。ナイスシュート、スモモのナイスアシストのおかげだな。やったやったよ、人生2回目のシュート。2回も決めるなんてケンタロウくん上手。その後もケンタロウくんは何回もシュートを決めていた。同じくらい空振ることもあったけど、うちに来てから見たことのない笑顔で楽しんでいる。スモモ、本当にありがとう。シュート ありゃりゃ、どんまいどんまい、もう一回チャレンジしてみよう。って、イオリ、なんでそんな怖い顔してるの？ちょっと気になることがあってさ。え？スモモ、その緑のボール、空気抜けてるから入れるよ。その間サッカーボールだけでやってて。ありがとマシ。空気入れなんて持ってたっけ？いや。え？あー、また全然当たんなくなっちゃった。やっぱり。ひまり、もしかしてケンタロウくん。え？まさかそんなことあるの？でも確かに。そうだ、ちょっと待ってて。ケンタロウくん。あ、何ですか？このサッカーボール使ってみて。これは？メッサ緑。これでまた2つでできるね。よし、じゃあケンタロウくんパース。いっけー、ケンタロウシュート。うーりゃー。1年後、今日はクラブチームの大会の決勝戦。これに勝ったら全国よ。まあ光太郎がいるんだし余裕だろうな。全国に行ったらますます光太郎が注目される。中学の強豪クラブからの誘いがまたまた増えちゃうわね。もしかして J リーグから誘いも来て、初の小学生 J リーガーとかになっちゃうかも。おお、その時に備えて取材の準備しとかないとな。取材の準備って何よ。あ、光太郎がボール持ったわよ。いけ光太郎、シュートだ。絶対に決めてやる。とりゃあ、あれ、ボールがない。あれ、光太郎がボールを取られた。珍しいな。たまたまでしょ。何よあいつ、小学生のくせにサングラスつけてるなんて生意気なのよ。奪い返しちゃって光太郎。え、もちろん。あ、あれ、うわぁ、何転んでるのよ光太郎。なんかあいつうまくないか。
たまたま、たまたまよ。光太郎よりうまいわけないでしょ。そうだよな。いっけー、くー、シュートを決められちゃった。すぐに取り返して、光太郎。ああ、行くぞ。ドリブルで抜いてやる、グラサン野郎。嘘だろ。なんで、どうして、どうしてまた取られてるのよ。やっぱりうまい。あのチーム前にも戦ったことあるけど、あんなやついなかったはず。ああ、わかった。きっと中学生とかを出してるんでしょ。背の低い中学生を出してるのよ。卑怯、卑怯よ。審判、そのグラサンを退場させて。いや、中学校どころか高太郎の2個下みたいだぞ。は、はい、2個下、そんなわけ。いっけー、そのままゴールまで持ってっちゃえ。いくまーしょ。頑張れ。え、あれ、どうしてひまりたちがここに。あ、お姉ちゃん、私たちは息子を応援しに来てるだけだよ。息子、何言ってるの。あなたに息子なんていないでしょ。お姉ちゃんこそ何言ってるの。お姉ちゃんが素敵な息子をプレゼントしてくれたでしょ。ああ、ケンタロウのこと。うん、そうだよ。へえ、あの子にサッカーやらせてるのね。無能なあの子にサッカーやらせるなんて、お金の無駄遣いじゃない。本当にひまり、あんたってアホね。どうせケンタロウはベンチ外でしょ。ボールに触れないほど下手なんだから。何言ってるの。ケンタロウは試合に出てるし、コウタロウくんからボールを奪って今5人抜きしたところ。え、あのメガネかけてる子、ケンタロウだよ。自分の産んだ子なのに気づかなかったの。嘘、どうして。だってケンタロウはあんなに下手だったのに。ケンタロウ、視覚の障害があって白が見えづらかったみたい。だからボールに当たらなかったんだよ。あの特殊メガネをかければちゃんと見えるんだけどね。あの日、イオリがそれに気づいてサッカーボールを緑に塗って渡したら、ケンタロウめちゃくちゃうまかったんだ。それで病院に連れて行き、すぐに特殊なメガネを作ったんだよね。な、何それ。あ、チャンス、いっけー。やった、パパ、ママ、スモモ、やったよ僕。うそだ、俺がケンタロウにボロ負けだなんて。本当にかっこよかったよケンタロウ。今日は焼肉でお祝いしよう。やった。ちょっと待ちなさいひまり。何。その子は私たちの子よ。ケンタロウを返して。何を今さら。都合が良すぎないかな。うるさい、とにかくケンタロウを返せ。ほらケンタロウ、こっちに来るんだ。ケンタロウ、私たちはケンタロウと一緒に暮らしたいと思ってるけど、ケンタロウがお姉ちゃんたちと暮らしたいなら私たちは止めないよ。ケンタロウ、本当の家族と一緒にいた方がいいわよね。ケンタロウは戻ってくるはず。ケンタロウで稼がせてもらうわよ。戻るわけないです。あなたたちは僕の家族じゃありませんから。じゃあ行こう、パパ、ママ、スモモ。なあ、おい、こうなったら、ケンタロウを返さないならこっちはスモモちゃんをもらうわよ。話してください。お姉ちゃん、あなたって人は。本当の娘の方が大事でしょ。ケンタロウも私たちの息子、どっちも大事だから。うん、スモモもケンタロウも渡さないよ。パパ、ママ、大丈夫、スモモは僕が取り返すから。こいつら、このまま連れ帰っちゃおうぜ。そうね、あなたたちがケンタロウをよこすって言わない限り、スモモちゃんは戻さないから。いっけー。は？うぎゃー！お前、親に向かってなんてことは。だから言いましたよね、
あなたたちのことを親だと思ってないって。行きますよ。いや、やめろー。うーりゃー、うーりゃー。ケンタロウ、ナイスシュート、うまくなったな。へへ、おかげさまで。その後、コウタロウくんはケンタロウにボロ負けしたショックでサッカーをやめ、引きこもりに。さらに、そのショックでお姉ちゃんたちは毎日明け酒し、アル中になって3人ともボロボロだとか。まあ、自業自得だよね。私たちはというと、今も家族4人で幸せに暮らしている。行くまし、どりゃー。ナイスシュート、スモモ。これぐらい当たり前、スモモはケンタロウの師匠なんだから。そうだね。スモモがいなかったら僕はサッカーやってなかったもん。スモモのおかげだよ。パパもママも本当にありがとう。今こうやって楽しくサッカーをやれてるのは3人のおかげだよ。いいのよ、お礼なんて。こっちこそありがとうだよ。ケンタロウのおかげで楽しい毎日を送れてるから。うん、そうね。ありがとう、ケンタロウ。パパ、ママ好きあり一気。ちょっとスモモ、今そういう場面じゃないでしょ。スモモは喫水のストライカー、空気を読むより点を取ることを優先する。ハンは、え、ケンタロウ。ケンタロウのケンタロウに当てちまった。またつまらぬものに当てちまったな。じゃないわよ、ケンタロウ。ケンタロウ、しっかりして。背中叩くね。スモモも手伝うまし。トン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 、ヒノノニトン。プロになりてえならそこも鍛えろよ。そこは鍛えられないのよ。